演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーのトルティーヤチップスを食べたいと思います。さあ、これも大容量ですね。トルティーヤって言うと、前にファミリーマートで食べたことあるんですが、普通のトルティーヤもありますし、チップスもありますね。これはどう見てもチップスですので、どんな風に味わえるのかな。では、ご対面と、でかいわこの袋、ちょっとこういう風になってますね。わ、コーンの香りしますね、これ。こんな感じです。では、いただきます。どれも甘酸っぱさはあるけど、一番美味しいのは、薄は厚めで、トウモロコシの風味はしっかりあって、塩気もほんのり効いていて、とっても美味しかったです。なんか日本のお菓子でいうと、とんがりコーンとオーザックを合わせたような、そんな感じでしたね。まあ、ここに書いてある通り、サルサソースとかつけたらもっと美味しいんでしょうけど、そのままでも十分美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。ただやっぱり一人で食べる量ではないですよね、これ。パーティー用とかだよね。ではかげろうは後悔するかな、儚さを、儚く消えていくかげろう、そこに後悔を見るというのもあるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。